ボンナタールセーラです。はい、ということで今日はですね12月24日の昼間に撮っております。クリスマスイブなんですけども、見てわかる通りめちゃくちゃ食べ物を並べてみました。今日はポルトガルでどんなものがクリスマスに食べられるのかっていうのをちょっとご紹介したいと思います。と言ってもね、私一人分のものなのであんまり種類いっぱいは買わなかったんですけども、代表的なものを紹介したいと思います。でまずですね、こちらがボーロヘイっていうポルトガルの伝統的なクリスマスケーキなんですよ。でこちらのケーキについては別の動画で1回出してるので、よかったらそちらをご覧ください。実はねこのねボーロヘイはね前に1回買ったので、買わないでいいかなと思ったら大家さんがね昨日ねクリスマスプレゼントっていうことでねくださったんですよ。はい、すんごい優しいの、うちの大家さん。あとね、だだん、見てください、これこの付箋にちょっと見えないかもしれないですけど、セイラって書いてありまして、これもね大家さんがくださったんです。多分ねワイン、ちょっと開けてみます。おー、ビーラオエイラシュ。このねオエイラシュっていうのは今住んでるところなんですよ。でカルカベーロシュってこっちに書いてあるんですけど、これもね今ね住んでるね隣の町なんですよ。でだからそこのワインなのかな。すごいなんか良さそう。お、あー、すごい、なんだろうこれ。え、これワインなのかな。ビーニョジェネローズって書いてある。私初めて見ました、こんな色のワイン。こんな感じです。え、飲んでみます。美味しそう。これワインなんですかね。あ、なんかすごいいい感じ。ここが木になってますね。すごいなんかいいワインもらったのかな。なんかね、あの甘い感じですね。なんかちょっとウイスキーっぽい匂いがする。飲んでみます。これ何パーセントなんだろう。 18.5% だって。いただきます。サウード。うん、美味しい。これ結構ウイスキーとかそういう感じの味がしますね。ナッツとかと合いそうな、ちょっと甘いけど結構アルコールが入ってる感じ。この辺が結構熱くなるからお酒苦手な人は気をつけてって感じですけど、でもこれとこのケーキはめちゃくちゃ合うと思う。なんか蜂蜜っぽい木っぽい味、あ、で匂いがしますね。美味しいです。え、これでもビーニョって書いてあるから多分ワインの一種類なんでしょうね。美味しいです。ありがとうございます、大家さん。はい、でポルトガルのクリスマスになると売ってるお菓子たちなんですけど、ポルトガルって本当にいろんなお菓子がクリスマスになると売ってるんですよ、スーパーとかに。なんか大体ね、でもね同じような原料から作られてて卵から作られてるものが多い。それかなんか揚げ物。まあスーパーにでちょっと買ってきたものをいくつか紹介します。まずこちらですね。これがなんかアゼイア・ドゥ・ビーラ、間違えた、アゼビア・ドゥ・ビーラってやつで、なんか揚げ物なんですよね。で、まあ、これはレーズンですね。なんかレーズンもねポルトガルの人ねよく食べるみたいなんです、クリスマスのシーズンに。ポルトガル語の先生にボルヘイとレーズン買ったみたいな言われて、でこのレーズンはねなんかフラットメイトがねレーズン嫌いだからって言ってね、こうナッツとかレーズンとかが一緒に入ってるパッケージのレーズンだけ私にくれたっていうやつで、で次はこれがねブロワドバタタドッセってやつなんですけど、これもねよくねスーパーで見る、まあなんだろう、ケーキ。これバタタドッセなんで甘いスイートポテトケーキですね。でこれは私このボールヘイ買うつもりなかったので、スーパーでねボールヘイをこう切ってラスク状にしたものが売ってたんですよ。どういう感じで売ってたかというと、だだーん、こんな感じでね、多分余ったボールヘイをなんかラスクにした感じで売ってて、あ、じゃあこれ買えばいいやって、この間ボールヘイ買ったからって思ってたら、大家さんがボールヘイくれたのでこの動画に出してるんですけども、これがラスク状にしたボールヘイですね。結構品持ちがするみたいです。で最後にですね、こちら私今日朝から作っちゃった、これバカリャウコーンバタタ。まあバカリャウとジャガイモ、これ下にジャガイモが入ってて、あとまあ、ニンニクとか玉ねぎとか、私パプリカ入れちゃったんですけどとか、あとまあ卵、オリーブ、これオリーブね、この黒いやつ。クリスマスってターキーとか食べるイメージがあると思うんですけど、他の国とかでは、ポルトガルではねバカリャウを食べることが多いみたいなんですよ。なのでちょっと今日朝からバカリャウコーンバタタっぽいものを作ってみました。まあこれじゃなくても何でもバカリャウ料理を
食べるみたいですね。もちろんターキーとかも食べるみたい、両方ともあの食卓に載ってることもあるみたいなんですけど、基本的にはバカリャウファーストというかバカリャウがメインみたいです、はい、でこれ以外にもいろんなケーキとかパウンデローとかボールヘイの違う種類のボールヘイだったり、ボールヘイドマッサっていうリンゴのボールヘイとか、ボールヘイドチョコレショコラッテとかチョコレートのボールヘイとかもありました。あと忘れてた、こいつ、このサンタクロースなんですけども、これはあのメイドインジャーマニーなんですけど、なんかクリスマスっぽいから買っちゃいました。このサンタがめちゃくちゃいっぱいこうスーパーに売られてましてですね、あのこれ青いじゃないですか。なんで青いかっていうと、これは 60% のチョコレート、カカオのチョコレートのサンタなので青いんですけど、普通のミルクチョコレートだと赤いサンタで、もうちょっとでっかいのもね売ってました。もうちょっとちっちゃいのも売ってたし、これがねいっぱいこう刺さってるね、景色が結構面白かったです。ではちょっと食べてみようかな、いただきます。まずはじゃあ自分が作ったこのバカリャウコンバタタもどきをね食べてみようかと思います。ではいただきます。うん、あ、美味しい、我ながら美味しくできました。美味しいです。ちょっとね、バカリャウの水抜き塩抜き、あの水につける作業を一晩しかやらなかったので若干しょっぱい感じしますけど、じゃがいもにあんまり塩を入れなかったので、それと一緒に食べたらまあちょうどいい感じですかね。その塩抜き加減はお好みでっていう感じはしますけど、まあ美味しいです。クリスマスっぽい感じします。では次はこのね、私も食べたことがないこのアゼビアドチルラ食べてみたいと思います。これさ、砂糖か塩がまぶしてあるんですよ、この揚げたものの外側に。ちょっといただきます。うん、これは砂糖だった。甘い、なんか入ってる。このさ見た目だとさ、ちょっとしょっぱくてパリパリしてるのを想像しがちじゃないですか。でもね結構甘くてシラシラしてますね。で中になんかなんだろうな、これこう甘い細長い甘いものが入ってますね。うん、なんだろう、まあまあ甘い感じでございました。これ食べてみよう、ブロアドゥバタタドッセ食べてみます。うん、これ結構ねシナモンの味がしますね。なんかクッキーというよりはパンっぽい感じですね。美味しいです。日本人にも合う味って感じします。素朴な感じでちょっとシナモン香るスイートポテト、まあ確かにちょっと感じますね。言われてみればスイートポテトを感じるって感じですね。では最後にこちらのラスク状になったボールヘイを食べてみます。いただきます。うん、うまい。これ私普通のボールヘイよりこっちのラスク状の方が美味しいかもしれない。めっちゃサクサクしてて美味しいです。でこのボールヘイのなんだろうな、もったり感が軽減されてて、でナッツとかドライフルーツとかがいっぱい入ってるので美味しいですね。あ、でこのワインと合うね。これさ、あ、思い出した、これあれだ、デザートワインの味します。なんか甘いワインあるじゃないですか、デザートワイン、その味がする。なんて言うんだっけ、あのカナダのアイスワイン、そう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 、アイスワインみたいな味がしますね。美味しい。え、いいワイン買ってくれたのかも。え、ありがた。もしかしたらビーニョジェネローゾってアイスワインの意味かな。ジェネローゾってなんかアイスっぽい、氷って意味っぽいな。なんかちょっと調べてちゃんとここに出しますね。ということで、ポルトガルのクリスマスの食べ物のご紹介でした。クリスマスイブとクリスマスはね、ポルトガル人はもう食べて食べて食べ続けるらしいですね、とポルトガル語の先生が言っておりました。あの家族とかだったらもっと食卓にバーっていっぱい食べ物が並んで食べるんだと思います。ではそんな感じで最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあまたね、アテアプロッシマ、チャオチャオ。